皆さんごきげんよう、レイムです、マリサです。今回はマリサがどうっても地味な武器を使って戦うよ。いきなり地味とか言うな。これこれ、なんて言うんだっけ。ル3リールガンだぜ。あっそってなんだいきなり興味ねえ。だって私が今興味あんのはカマキリの交尾についてだもんね。じゃあなんでお前スプラやってんだよ。だってあれなんだよ、オスは交尾が終わるとメスに食べられちゃうんだよ。それって悲しくないねえ、それって悲しくない。うるせえ、私の見せ場なんだからちゃんと実況してくれよ。はい、今2人倒しました。下見れば誰でもわかる情報どうも。無駄にマリサさん絶好調です。無駄にってなんだ無駄にって。マリサさんここ運ばれてますよ。わかってる。もうこんなにもカウント進められちゃって。てか足元取られすぎ。まあ私今両足首に1トンの重りつけてっから。そんなガーラと戦う前のロックリーみたいな設定聞いてねー。ガチここを奪った。みんな行くぜー。戻れー。マリサ、スペシャルを使うんだなんか思ってたのと違う倒し方だったね。あれぶつかるだけでダメージなんだな。やばい。なにモールス信号。味方さんナイス、押しとくぜ。そういえばこの武器、タタタンって3発弾が出るのね。そうなんだぜ、初心者には扱いづらいと言われてるんだぜ。じゃあなんでみたいなのに使ってんのかな。それは、なんかタタタンって気持ちいいじゃん。死ね。あんま喋ることないからって暴言吐かないでね。暴言吐きたい暴言。暴言吐きたってだだこねてるこの生き物なんですか。ところでマリサー、ルービックキューブの世界最高記録って 4.73 秒なんだってね。全然関係ねえ。関係なくないよ。マリサが1キルもできない間にルービックキューブが何年揃うんですかって話だよ。急に傷つくこと言うのやめてくれる。ほら、今キルしたじゃん。チャンスだマリサ、運べー。はい、全然前世ぐらいからやり直してください。なんでちょっと君の名は、みたいになってんだよ。まあマリサの全然前世は食べられるオスのカマキリだから、あんまり視聴者に見せられたもんじゃないのよね。おいなんだその悲しすぎる全然前世は、しかもオスのカマキリでいいだろわざわざ食べられるってつけなくていいだろ。いや何泣いてんだよこっちが泣きたいわ。こんなところに輝く徳川の埋蔵金が。それがチココだよね。さっきまで一生懸命運んでたよね。嘘でしょ。よく覚悟を決めましょう。行くぜー。ここで引くわけには。最後のチャンスだぜー。味方さん集まれー。あかん、ガチココの夏がボロボロすぎじゃー。ちょっと味方さん素晴らしいフォローだー。頑張れー。お前、なんかとっても寂しい感じだな。ハトしかいないね。もうマリサは諦めて来世に期待するしかないんじゃない。ちょ待って、来世と来世には期待しちゃダメなの。それはもうね、さして、今日のバトルで全般犯してんだからもう神様激横なのよ。うわ、怖ぁ。タタタン、当てたのに倒せないの。もうこの武器ダメだ。これは心理学的には投影と呼ばれる防衛規制の一種です。やかましい解説や面会。車でまー。いやそもそもインクないじゃん。そういえば重り取んの忘れてた。うるさい。負けちゃったー。どうしてくれるんですかマリサさん。まああれじゃね、このガールの負けちゃった顔のニーズもあるからいいんじゃね。これ、そうなんですか皆さん。あれ、マリサどこ？私は邪魔にならないようにちっちゃく納得し、あとはよろしく。だそうなんで皆さん最後までありがとう。またねー。